勃起さん。ネタはいつもハゲばかり、五十肩がつらい毎日、毎日毎日うざいポストをするパキポキです。はい、パキパキです。今日も一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は日曜日ということで、休み最終日ということですかね。お疲れ様でございます。いかがお過ごしでしょうか。今日のこちらの方面は今のところ曇りから晴れに変わっておりますですね。はい、実際がですね、昨日の夜でしょうね、多分深夜ちょっと雨がパラッと降ったみたいです。でも植物もすぐ乾いてる感じですね。外に置いてあるやつは蒸し暑いっすね。家の中はもう21度ということで、まだまだ暑いなという感じなんですけど、さあこれからいきなりギュンとね、気温が下がるのかどうなのかっていった感じでございますが、やっぱ今年は異常ですね。夏も暑かったし、冬はいきなりギャーンと下がるんかなとか思いながらですね、ドキドキしてるんですけど、皆さんのとこいかがでしょうか。バンクシャの吉野さんが昨日のお休みで、これ、次女さんでよろしいですかね。なんかちょっとこう、お食事にということで、ね、出かけられてたストーリーがありましたですね。なんでも、なんか栄養士になるとかっていうような感じかな。なんか後部座席の写真を写しておりましたけど、なんか可愛らしいんですね、とかって思ってたんですけど、すぐ寝るっていうことで、こう寝た顔はね。やっぱどことなくやっぱ吉野さん似てますね。まあ、女の子からすれば、まあ似てるとか最悪とかいう感じかもしれませんけど、意外と多いんですよね。はい。いいんです、いいんです。はい。もうパパが一番あなたのこと愛してますから。そう。まあ、なんだかんだ言ってもね、彼氏ね、作ってからいけないのは、もう、結婚したりするんですから、大丈夫ですね。もう顔が関係ない。本当そうなんです。まあね、お産はもうハゲ取ってからですね、もう半分終わってますけど。ね、若者は今からっていうことで頑張ってもらえればと思います。はい、さて今日日曜日ということで、昨日は長澤さんがビーフィーンということでね、ライブされておりまして、いろんな方とコラボされてみたりとか、荒澤さんもプランツショップだっけ、なんだっけね、されてましたね、ライブね。でもう一人、サボショウさんとかね、まあされてました。昨日なんかポツポツなんかショウコさんもされてましたですね。はい。やっぱね、土曜日ということなので、お休みの方が多かったということなんでしょうかね。はい。いい感じでございますということですね。しかし蒸し暑い、なんかもわっとする感じでございますね。はい。じゃあ、この続きはまた後で。バキはい、パキパキさんのバキ続きですということで、今日は11月13日、漆の日らしいですね。なんでか知らんっす。はい、パラッチラッと見たら、で、ちらっと今日朝ストーリーでもインフォメーションって、さんでやってたんですけど、オペルクリカリアケデナの漆かなんですね。自分知らなかったんですよ。で、結構ね、なんとかかって理科の科ね。はい、乃木編に、北斗の剣のとって書いての科ですね。はい。まあ、いろいろ、結構びっくりするようなの、あるっすよね。そうなんやーっていうのがあるじゃないですか。まずは、ディッキーはもう、結構、皆さん、まあ、知ってる人は知ってるんでしょうけど、パイナップル科なんですね。はい。だから、パイナップルの葉っぱが似た感じはするでしょ。実はそうなんですってよ。はい。で、あとは、知らん。なんかね、たまにちょっと思い出したら、そうなんやーとかですね。はい。だって多肉植物っていうくぐりもさ、あれでしょ、結構全部が多肉植物じゃないですか。だからキッコーリも多肉植物とかで書いとったりとかしてるじゃないですか。あれす、なんか多肉植物って言ったらなんかリトープスだとか、ハオルチアとかじゃない、ごめん、エケベリアとか、プリプリっとしたね、やつが多肉植物とかでもだって実は違うんやねっていう感じでね。ちょっとまあそこら辺がちょっと毎回
見ながら、うーんとかって思いますけどね。はい、まあ、おかげさまで孤独の食欲ですか、多肉編、今何人かハギョハギョ言ってるんですかね。まあ今年いっぱいはネタ持つなっていう感じなんですけど、大変ねー。なんか似たような植物が出てくるので、あれは昨日から抱えたかなとか言ってですね、やっぱありますもんね。まああくまでもあれはもうほんと朝もガタガタ書いてるので、もう7分10分もかかってないクオリティなので、もうそこら辺の質を求める人はちょっとごめんなさいって感じですけどね。はい、まあそんな感じでございます。コスモスまだ枯れてないですね。まだ咲いておりますですね。はい、もう来月はクリスマスですよっていうことで、晴れなぁ、いきなり雪降るのかなぁって感じですけど、まあ上の方、ね、北海道の方とかはね、雪が降ったとか、熊本は朝の方、初氷っていうんですか、とかですね、なんかいろいろ話を聞きますけど、こっちの方面全然ですね、まだまだ、秋なのか、ちょっとまだ夏というのは言い過ぎかもしれないですけど、昨日なんて26度ですよ。だから結局雨が降る前の、そういう感じ、むしっとした感じだったんでしょうね。雨降ったらその寒くないもんね、湿度がやっぱ上がるので、逆に雨降らんでこう乾燥してた方がもう金冷えって感じですよね。もうしんしんとしますよね。まあそんな感じでございます。はい、ということで明日は月曜日、また一週間始まっちゃいますね。はい、皆さん気合入れて頑張ってくださいね。はい、ザマミロです、頑張りましょうか。はい、じゃあ私も引き続きザマミロですって頑張ろうと思います。はい、じゃあ今日はこんな感じで終わろうと思います。お疲れ様です。テッケネイジー。